ヒューガ東ヒューガはこの葉にて最強読者へ？について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。絶対迷惑玉眼とか覗き以外に何するんだよ。覗きに使えるし、大津月が使えば民界最強のメジャロガイ。ドライアイになりやすいくらいしか、デメリットないのずるいよ。なおすれがは九尾チャクラ補正なしに。十尾の腕高を弾き飛ばしてた模様。体術が強すぎる。回転とかいうよくわからん強技。設定集で冷やしはかかしがいアスマ未満くれない以上になってるけどな。アスマ未満はありえんわ。かかしがいいかはわかるけどアスマ未満はないだろ。アスマ実際はかなり強いはず。本編があれだからいまいち伝わらないけど。アスマは妖刀だからステータスの合計は外以上やぞ。ヒューガの族長がアスマラ常任衆より格下はないわな。冷やしが伏組相手にどれだけ戦えたかは一切が謎のままだがねー。回転で差し木の術を弾いてたのは素直にすごいと思う。ただシャリンガンに比べるとどうしても地味でなリスクがないのは魅力的だけど。でもこの冷やし様発言はこの歯から内歯が絶滅した後の発言だから。繰り上げ最強と考えたら何もおかしなこと言ってないぞ。柱間一人だけの戦術、リンネシャリンガンマダラヤサスケだけの、内派 VS ヒューガ一族全員で戦ったら、前者が勝ちそうなイメージがあるけどどうだろう。戦争編見ても勝負にならんと思うけどな。柱間はマダラに勝てるし、マダラは言語影に余裕で勝てるし、ヒューガ一族対語影の時点で勝てる気がしない。サスケにヒューガ一族全員で勝てるかな。リンネガン潰されたけどスサノオは使えるんだっけ？一族としては数いるだろうから、数で攻めればそこそこいけるかもしれんけど、そもそも冷やし以外に強いヒューガがわからん。ネジが生きてれば二人でそこそこやれるか？化け物以外は点血ついちゃえばチャクラ寝れなくなって終わりだから強いだろ。桜も内破壊魔は、ヒューガ分家枠になるとボルとかは騎士なたが参加すれば勝てるんじゃない知らんけど、ヒューガが最強であって、玉眼はついでだぞ。サルトビームズかアブラメイノシシシカチョウヒューガ、の中で一族としての平均高そうなのはヒューガでいいんじゃね？もしかしたらアブラメかもしれんが。ヒューガっていつこの葉来たのか謎だけど、先住地派がいる頃から最強自称しててほしい。柱間はそうだなヒューガは強いって肯定してくれそう。柱間のその子供に対するハイハイすごいでチュネ感は何なんだ。柱間は優しいから、マダラは目の前で最強とか言ったら、味方でも潰しにかかってきそうで怖い。冷やし様データブックでネジより賢さの値が低くなかった？千住はこの葉にて最強。ネイムド千住がいなくなる。内派はこの葉にて最強。内派続滅。サルトビはこの葉にて最強。三代目死亡。ヒューガはこの葉にて最強。個人的にはこんなイメージ。そんな繰り上げ合格みたいなやつで最強名乗ってたのか。たとえ繰り上げでも東大生は東大生名乗っていいじゃないか。まあ実際内派とヒューガどちらの方が強かったかはさておき、人気の差は歴然だったから、内派はこの派にて最強あいつら確かに強いけどさ、ヒューガはこの派にて最強まあそうかな、ぐらいの扱いの違いはありそう。むしろ滅びたからこそ内派は強い一族だったと。素直に評価できるようになったんじゃない？そんなことを言ってやるな。過去編のカカシも内派はエリートって認識だったし、普通に内派の方が人気じゃない？就任試験の時の内派コールすごかったし。内派は普段は警察として嫌われてるけど、外国にこの派の強さを見せつける時は里一番の人気者になるイメージ。現実が見えてないんだよね、多分。今確認してきた。5.0 ヒルゼン、オロチマル、ツナデ、カカシ、カブト、イタチ、シカマル、4.8 ジライヤ、4.5 アスマ、ヤマト、イルカ、4.0 イビキ、クレナイ、シノ、サクラ、3.8 テンテン、3.5 サスケ、サイ、ヒナタ、3.0 ガイ、ヒヤシ、ネジ、イノ、ナルト、2.0 アンコ、リー、ジョージ、キバ、とネジと同じ賢さだな。冷やし様がいと同じで草。なんか現実でもありそうだなそういうの。イルカ先生そんな賢いんだ。あんこに草生えるんだが、いろいろあったけど強く生きろよ。大津月羽村の直径と考えると強くてもおかしくないのに。
もっと気軽に転生ガンになれればよいのかな。ナルトより賢さ下のやついたのかよ。ネジがサスケより頭悪いのなんかショック。別にサスケがバカだと思ってるわけじゃ全くないんだけど、ネジにはなんとなくちょっと憧れの先輩みたいな感じであってほしいネジよ。二部サスケはオロチマル倒すためにいっぱい勉強してるからな。地味に点々が結構頭良い。サポートに回ることも多い分頭回るのかな。ネジが丸んだならもう最強じゃなくね。マジかよ、ヒューが最低だな。総合力普通に高いで、ナルトみたいな化け物とか、ウチハみたいなメンヘラ一族と比べるのが悪い。ヒヤシ様は相当強い。千住とかウチハとは比べるな。ヒナタとナルトの子は何一族なるんや？渦巻き一族やな。でもウチハみたいに絶滅危惧種にならんし、ある意味優秀。ウチハはメンヘラヤンホモブラコンクーデター集団だからヒューガの方が上。本当に最強だとは恐れ入ったね。総合的にも権力的にも最強だった。ヒヤシ様の強さはちょっと悪ノリ入ってる。いいだろ？宗家代表だぞ。終盤はヒヤシ様に限らず最後だからじゃんじゃん盛るぜってノリだったな。個人的な感情は置いとくと、優秀な分家が死んで娘はほかげに逆玉で一族が盤石になってる。一番の勝ち組。一族全体の安定のために、本家に婿連れてくるとかそういうために分家あるんだろうから。普通ならネジ死んだの痛手なのでは。ただまあ冷やしと東一卵性ソーセージなんで、インブリードすぎて無理なんだけど。実力披露するまではネジ以下だと思われてたら、いざ戦うと普通にネジ超えてる。割と初期の回転使うシーンからして明らかにネジより強かった気がする。ウチハと比べたら本当にうまく立ち回ってるな。ヒューガ、白眼は精神病の危険とかないの？見た目がキモいのと出すとき因がいるっぽいのが地味なデメリットかな。そもそもシャリンガンは精神病ではねえ。あと万華鏡も歴代で数人って作中で言われとる。やっぱヒューガといい外先生といい体術ツリーは鍛えるとすごいな。脳の病気はないし燃費悪いとかもなさそうですごく堅実に強い。子供連中がどんなに天才と言われてても、結局子供のレベルでの話というか、能力的に完成されてる親連中が普通に強いからな。つくづくネジのシは惜しい損失だったとも言える。ヒヤシ様と二人で10ビーナしてたのは本当すごい。カカシもガイも独特の技術使うせいで、長時間戦闘に向かないのを考えると常人として、向上的に発揮できる力では最強な気がする。ウチハはほぼ滅んでるとはいえヒューガも先細りしていきそうだ。現状のヒューガは所有もちょこちょこ出てきてるから少なくともこの先10代は滅びなそう。科学忍具の発展で秘伝持ちの家系とか圧迫されていきそうよね。白眼も再現できたっけ？少なくとも静音性高いドローンができているから偵察面は割と圧迫されるかも。あと白眼対策ジャミング煙玉もサスケが使うくらいには実用化されてる。ネジは優秀だけど優秀すぎた。下忍時代に宗家秘伝へ独力でたどり着いてるし。白眼に大津月のチャクラが入ると転生眼になるという手軽さ。まず有効的なやつがいないけどな。しかも唯一有効的なネトリ君に会いに行くためには月に行く必要がある。ネトリ君月から拉致って婿にしようぜ。ヒューガ宗家が大津月にほぼ先祖返りするのやばくない？自分の代わりに弟が犠牲になったやつだ。面構えが違う。ヒューガ冷やしはほかげ候補にならなかったのかなれなかったのか。一族が最強やからそれでいいと思うで。ヒューガはこの派にて最強にウチハが滅んだから最近なった。ちょっとした心理やな。まあいたち、止水を沈められるようなんが。ヒューガにおったらさすがに対戦時にでもスポットを当てられるやろうしな。だとしてもサルトビ一族はどうなるねん。ヒューガは渦巻きナルトが加わったことでこの派にて総戦力は最強。ナルトは相変わらず渦巻きなんだよな。そういやヒナタは渦巻きになったんか？せやで。さらにヒナタも渦巻き性ならむしろ減退してるんだよな。花火ちゃん次第やね。花火ちゃんはナルトの第二夫人に。せっかく仲良くなった姉妹の関係を崩すドロドロ展開は NG。 日向がナルトと結婚したんだったら冷やし様しか投手おらんくね。花火ガル、ひまわりが白眼使い始めたらヒューガ特有の体質って何が残るんや。渦巻一族が最強、本人が強い。
ルーツが月の大津月羽村の子孫、娘婿がほかげ、孫が8割大津月、日向はこの葉にて最強。皆さんは日向冷やし日向はこの葉にて最強読者へについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。